おっと久しぶり。久しぶり。こっち？あ、もう撮ってる。どこに向かうこれ？屋上？屋上。はい、やった。合流できました。ソウル市なんだ、今回。まあ、チラッとね。チラッと。とりあえず飯食いたいけどさ、飯食わへん。どこがいい？なんか食べたいのとかある？めっちゃあるけどこれ。あー、どれ？スイーツきついな、今。この後にスイーツっていいけど、いきなりスイーツちょっと。これじゃん？釜揚げスパゲッティスパジロー。絶対行かへんな。それがカフェマイアミガーデンとかな。パスタピザ。イタリアン系は絶対行かへんから俺。あ、そうなんだ。イタリアンで。59回とかやばそうやけどこれ。それ高ければ高いほどやばそうっていう謎の偏見。でも普通に高級なとこ行くより普通のとこ行った方がなんか楽しそうやから、カフェマイアミガーデンでいいんじゃない。なんか名前もなんかちょっとおしゃれやし。3階の、まあ、とりあえず3階行けばいいか。行こう。まあ、水族館はまたの機会やな。そのまたがあれば。またないの。それもまた結局。時の流れだから反響次第反響次第反響次第シビアの世界そう反響があれば出てくる。そんな甘くないからな。でもなんか優しいだけの男はもう分かった今の時代。数字主義いいじゃん。来ましたレストラン街。すごいおしゃれ。ほらなんかこの感じ、すごい。こういうとこ来たことないからな。一生来ることないと思っとったわ。あ、来た。マイアミガーデン来ましたよ。ここしかない手作りピザとパスタの店。はい、マイアミガーデン到着しました。うわ、いいね、おしゃれ。その音楽がさ、もうなんかトイストーリーっぽい音楽かかってない。かかってないか。この気のせいか。いやー、改めて久しぶりやな。まあ、言って久しぶりって言っても、まあ、2週間ぶりぐらい。2週間スパンで会うと。まあ、でもやっぱその熱は熱いうちに打てっていうか、やっぱコメント欄で、あの子僕が出してほしいっていうタイミングやからこそ、もう結構来とるで。未だに来るもん。すごい分析で、あの子はめちゃくちゃ優秀やから雇うべきだみたいな、すごいアドバイスあって。いや、それ大学から言ってるから。光さん絶対雇うべきですよね。いや、これマジで結構来とって。すごい。あの子はダメだっていう意見はほぼなかったから。無職になったらやってください。いや、無理無理。無理なんだ。だって何ができる？面接させて面接。俺でもできるから。光くんの男の可愛いから、それを発する能力がある。なるほどね、第6巻。プラムドで微生物。微生物。賢いな。15×15 は。あっとるやん。すごっ。なんでわかった。あ、こっちです。ありがとうございます。服装がデートっぽいな。デートしよう。デートしよう。俺もちょっとコートデートしよう。あ、確かに。前回の、はい、デートしようです。なんか切り抜き動画あめっちゃバズっとったらしい。めっちゃバズっとったらしい。 TikTok で俺が見た時点で10万円に来てたんですよ。すごいな。200万再生飛んでるところに。うざなんか妙になんかその慣れとう感じだった。なんかさ、めっちゃマスク取ったらめっちゃブスだろっていうコメントめっちゃ出てた。悲しい。勝手にマスク美人多いって言うからコロナで増えたのに。そう、自分の顔には自信ある。ないない。100点満点になってんの自分の顔は。60点。それは多分過小評価だと思うけど、まあ、アイドル欲しい。ジンジャーエール頼む人めっちゃ久しぶり見たわ。なんでこんなおしゃれなとこ来たから、もっとレモンティーとかちょっとおしゃれに攻めるからだったら余裕でジンジャーエールって言うからこいつマジ空気読めんなと思って。せっかくおしゃれなやつ入って俺もなんかおしゃれなやつ頼んだのに。ジンジャーエールおしゃれじゃん。全然おしゃれじゃん。嘘。大学行ってみたいな。大学の学食食べてみた。そう、それやってみたいな。はい、食べ終わったんで出ます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。よし行くか。全部で4000円くらいでした。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまです。よかったわ。俺も美味しかったわ。ただただイタリアン食べるだけだけどなんかちょっと楽しかったわ。新鮮で。早速コメント欄を求めた方が。肩書きな。登録者460万人のコメント欄を求めた方が。めちゃくちゃいいじゃん。そう聞いたらめちゃくちゃいい女に聞こえた。あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。